おはようございます。阿部義俊です。今回はこの間文禄チャンネルの文禄さんが、ショート動画で紹介していたエンドレスというメーカーのクリエイターというノック式の万年筆を、買ってみました。海外の公式サイトから、で本体の価格が50ドルと、送料いくらだっけな、まあ、あの送料がちょっとかかりましたと。でですね、そうだな、まずあの箱についてちょっと言うか、化粧箱はまあまあ金で箱押しされていたりして、なかなかあのおしゃれでよくできていると思います。残念だったのは、これはそのこのメーカー あの問題ではないですけど、郵送の際に、めちゃくちゃにここが、へこんでいて、まあ中無事だったんで、まあとりあえずいいですけど、ちょっとあの個人的には残念でした。で、あの開けます。まあ、あの事前に1回開封して、ちょっともう中インクも入れちゃってるんですけど、というか、ですね、あの1回これにも取るの2回目なんですけど、1回目にエンドレスというメーカーのクリエイターという万年筆と言おうとして、逆に、クリエイターというメーカーのエンドレスという万年筆ですってずっと喋ってしまっていて、もう編集もヘッドクリもないんで今取り直しているところです。まあそれはどうでもいいですね。でこれが本体になります。この本体を見て、まあ僕はあの最初にやってしまったし、皆さんも多分やってしまうんじゃないかと思うんですけど、あれ押せないぞということを、ノック式を初めて使う僕はやってしまいました。あの日本のノック式といえば、パイロットのキャップレスとか、プラチナ万年筆のキュリダスとかあるんで、そういうの持ってる人はあのもう常識かと思うんですけど、逆ですね。クリップがついてる方が、持ち手側になって、こっちをノックしてペン先を繰り出す感じです。このノック感覚はちょっと、なんていうかな、この内部のこのプラスチックというか、この素材は ABS 樹脂らしいですけど、まあをちょっと擦る感じがあって、あんまりこの気持ちのいいノック感というわけじゃないんですけど、ノックした時にいいなと思ったのは、とにかくノック音が静かなんですよね。これがちょっと僕そのキャップレスとかキュリダス実際に触ってないんでわかんないですけど、使ってる人の感想なんかを YouTube で見ると、キャップレスなんかは LS 以外のモデルは意外とこのノック音がガチャッガチャッ と結構大きめになったりして、キュリダスもそうなのかな、なのでそのあたりちょっと工夫してんなと思いました。で、僕はエクストラファインを買いました。細いペン先マニアというか、まあそれが目的で、小さな字を書いたり細い線でなんかスケッチをしたりすることを目的として万年筆をいろいろ探しているところなので、僕はエクストラファインを買いました。公式サイトだとエクストラファインの他にあのファイン、中字、太字とあって、あと筆ニブもあって、公式サイトのところではその筆ニブのところにあの本当に素晴らしいですね、アメージングみたいな宣伝文句が書かれていて、なんか筆ニブがちょっと自信ありみたいですね。なのであのもしかするとその筆に興味ある人はいいかもしれません。で、中開けるか。開けるとですね、インク入ってるけど開けて大丈夫かな。大丈夫か。よいしょ。あ、そうだ、また逆向きにやってしまった。分かっているのに逆向きにやってしまう。これがその内部のそのソケットというかペンの機構の部分で、そうですね、その普通の万年筆のペン先に比べてめちゃくちゃに細い、なんだろう、漫画の丸ペンみたいなペン先、ピント合ってるかな、漫画の丸ペンみたいなそのペン先じゃないかと思います。で僕としてはその細い、線が引けるものを求めていたんで、ちょっと細い線が引けそうだなと思って、まあ、期待して買ったわけですけど、でこの部分はちょっともうなんかインク入っちゃってるんでできないですけど、このくるくる回すタイプのコンバーターじゃなくて、このギュッとあの押して、ぐーっと引っ張ってそのインクを吸い上げるタイプの、そのなんていうの、スピーディーにこうギュッと、吸い上げることができるタイプのコンバーターがついていました。規格的には、ヨーロッパの標準規格みたいですね。で、さっきも話したけど、戻すか、このクリップ部分を上にして、この矢印ついてるところを、向きを揃えてぐーっと押し込むとガチャッと入って、そこから締めると、締まるんですけど、この時にそうだな、これで、ピタッとつらい位置になるんですけど、ちょっと力入れすぎるとここがクッと行きすぎるんですよね。これが自分的にはちょっとあんまりやりすぎるとちょっとなんか癖がついちゃいそうだな。このピタで止まらないのは、ボディがその ABS 樹脂でできていて、なのでそのメーカーの説明としては、高級な素材を使ってますよっていうことで、まあ、むしろそのセールスポイントとしてこのハイグレード ABS 素材みたいなことを言っていたんですけど、見た目的にはそのいわゆる単純なプラスチックに比べたら、質感いいですけど、
そうだな、やっぱりちょっとプラスチッキーというか、あの剛性がめちゃくちゃ高い、いわゆるそのアルミとかそのあのいわゆる万年筆のに使われているレジンみたいなその樹脂製のものに比べるとちょっと剛性は、低いかなと思いました。ただそれで何かこのペンを持った時に何かたわむとかしなるとかそういう問題ではないんで、書き味的にとか持ち味的に問題があるわけではないですけどね。自分的にはちょっとコツコツするぐらいのものが好きなんで、素材的にはめちゃくちゃ好きな素材ではないです。ただこういう素材の万年筆ってないわけではないと思うけど、あんまりないような気がするんでちょっと新鮮ではありますね、うん。まあ、全体的にそのこのキャップのここはなんだ、アルミかプラスチックかなんかの、もその、うん、めちゃくちゃその高級感があるというよりはなんかこう手軽に使えるというか素早く使えるというか、そういう方になんかあの振ってる製品という感じがしますね。なんかクリエイターっていうその名前にちょっと惹かれて、あのクリエイターなんで字を書くだけじゃなくて絵を描いたりとかにも使えるかなと思って、そのあたりを期待して買いました。ちなみに持ち方については、形的には六角形って言えばいいのか、でもまあこの大きくその 3つの大きな面があって、そこに親指人差し指、中指をその置くと自然に、正しい筆記角度になるように、僕よくそのあの何度も言ってるけどペン持ってる時にちょっと右に傾けがちになるんで、そこが、常に適正な角度を維持できるんで、この握りの形は、とてもいいと思います。ラミーのサファリとか、そのこの間、買って紹介したこの金ピカのパーカーの75とかもそうで、ここにちょっとその指を置くところにその平らな面が作られていて、握ると自然に正しい引き角度になる、みたいな感じですね。軸的にはラミーのサファリよりもここがさらに太くて、軸の一番太いところが14ミリって言ったかな、 なのでかなり太軸になると思います。そして、握り的にちょっと変わっているというか独特なのは、普通の万年筆とかボールペンとか多くの筆記具ってその、この同軸 その真ん中あたりとか後ろの方が太くなっていて、指のこの先端に近づいていくに従って細くなっていくものが普通で、まあ、それが多分あの安定して持てるフォルムなんだと思うんですよ。でこれはその逆で、握りに近づくにつれてこうぐーっと太くなっていくっていうちょっと独特な、形をしていて、でさらにこのクリップがついてるんで、クリップがうんと指に当たるっちゃ当たるんで、ただこれは多分ね慣れたらそのどうってことはなくなるとは思います。ただ握りの形は、割と独特ですと。ちょっと、机を変えて、書きながら説明しようかな。というわけで机を移動しましたまだあの結構あの使って2日目なのにまだこっち側で押そうとしてしまうな、あのこっちですね、うん、太さなんですけど、あのなんというか書き味的にはそうだな、なんかあの非常にまず細い線が本当にエクストラファイン、まさにエクストラファインという感じの、海外製のその EF 極細字は日本の極細に比べるとちょっと太くなる場合が多いんですけど、それは日本の極細がその漢字を書かなきゃいけないんでちょっと細めに調整されてることが多いからなんですけど、まあどっちかというと日本の極細が細いですよってことなんだけど、これは日本の極細字にちょっと近いぐらい細い線が引けて、まずその部分で、自分の中ではこの、クリエイターっていう、万年筆の評価は非常に、高いです。やっぱ細い線が引きたかったんで、で、これは細いし安定してるし、そのよく自分が引き合いに出すオスプレイのマディソンみたいな G ペン先の2分の万年筆に比べると、あれはかなりガリガリした書き味でちょっと独特なんで、それに比べるとまあ万年筆らしい書き味で、細い割にはあのでもいわゆるそのなんだろうな、その自分の中でぬるぬるした書き味っていうと台湾のツイスビーとか中国のペン BBS とかあの辺が割とこうぬるっとした書き味かなと思うんですけど、そういうものに比べると紙の上をペン先、金属のペン先が擦るようにしてこうインクをつけていってるっていう感じがする固めの書き味ですね。だけどそのさっき言ったみたいな G ペン先みたいな、あるいはあのプラチナのセンチュリーの超極細みたいなペン先みたいに、ちょっとガリガリするような感じはなくて、うん、あの紙の上をそのあのちょうどだからその紙の上を滑ってるっていうのと引っかいてるっていうのの中間ぐらいの、あの書き味っていう感じですかね。今インクは、これなんだっけ、
最初そんなに細い線引けないだろうと鷹をくくって、ちょっとグレーっぽいやつにしようかなと思って、セーラーのその白夜っていうインクを入れたらかなり細く引けたんで、書いてんだか書いてないのか分かんないぐらいそのグレーのインクが薄く出てしまって、これはいかんと思って一回やめにして、あ、そう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 、黒っぽいインクを入れ直したんです。でインクに関しては思い出したらよかった、なんか黒を楽しむ、万年筆インクみたいなムック本についていたインクで、なのでいわゆるどこでもそのいつも手に入るものじゃなくて、そのムック本のおまけでついていたやつですけど、梅根図というちょっと赤みがかった茶色っぽい、茶色とも違うな、まあ、赤黒い色のインクを入れています。なのでまあまあ割と濃い黒のなんかバリエーションの一つっていう感じのインクですけど、そうですね。で、ペン先は細いんでほとんどなんかしなる感じはないです。で、筆圧をかけてもかけなくても太さはあんまり変わらないです。でちなみにペン先をひっくり返しても、あんまりかすれずに安定して線は引けます。太さ的にはほとんど変わらないですね。これはちょっと珍しいですね。だいたい裏返すと、ちょっと細い線が引けたりして、細い線マニアというか好きな僕としては、うまく裏返した時にいい感じに細くなってくれるといいなと思ったんですけど、これはまあもともと細いんでいいんですけど、裏側にしても、でも裏側にしてもそのこの筆記感があんまり変わらないっていうのは本当珍しいですね。ちょっとだけ細いかなくらいの感じです。で、あとは普通の万年筆に比べてやっぱり、いくらペン先を細くしてもここにインクがその漏れてこないようにとか気密性を保つために、シール機構がついていて、このあたりもなんかなかなか難しいと思うんですけど、よく頑張っていて、そういう機構がついてるんで、細いペン先の外側にも金属の多分ここにパーツがいろいろついていて、なのでどうしてもここが太くなるんですよね。普通の万年筆であればここはそのもっとこう細く、なってしかるべき部分がぐっと太いんで、そして握りの部分もその普通の万年筆よりもはるかに太いんで、いわゆるこの書いている時にこのペン自体が自分の書いている部分を、隠してしまう面積が大きくて、いわゆるその視界が悪いという言い方をなんかするみたいですけど、そういう意味ではその視界はあまり良くないです。ただペン先は細いんでピンポイントで字を書いている部分は割とすっきりと見えています。で僕みたいに例えばこれでそのなんだろうな、その例えばだからその絵を描こうなんて思った時に、ちょっとそのすごく困るわけではないけど、普通のペンよりも絵を隠す面積、ここがこの辺りが、その絵を隠すことがちょい気になりますね。ただすごく不便ではなくて、これでしばらく5分も描いてたら慣れちゃうレベルではあるんですけど、まあちょっとそういうところはあるかもしれないです。不安定な感じになってる。そうですね、まあちょっと他の万年筆と書き比べてみると、この間の、割と細い線が引けたなと思っていたパーカーの、75はクリエイターよりはちょっと太いかな、でもほとんど同じぐらいの太さの線です。こいつは逆さまを向けた時に結構線が細くなります。ただかすれ気味になりますね。よいしょ、インクが違うんでね、ちょっとあまり比較にならないですけど、割とこのプレピーの 0.2 に、近いぐらいの、プレピーのがちょっとだけ細いけど線が引けて、そういう意味ではだからこれ 0.2 なので、まあ実際のこの 0.2 とかそのシャーペンの芯みたいに厳密にあれではなくて各メーカーのさじ加減みたいなのあると思うんですけど、でも要するにプレピーの一番細いのに匹敵するぐらい細いってことは万年筆の全万年筆の中でかなり細い方に入ります。そういう意味ではすごくいいですね。なかなかこういう細い線引けるものはないんで、これはパイロットのエラ棒で、いわゆる筆圧をかけるとペン先がしなって強弱がつく、そのフレックスみたいなペン先のものですね。まあ、エラ棒の方が古いのか。エラ棒はそういう意味ではだから抑揚が割と、つけられて、かつ結構細い線も引けて、
そう、この前にね、一回のフォルカンを買ったんだけど、フォルカンはとにかく太くて僕はダメでした。ふわふわとして面白い書き味なんだけど、ちょっと使いどころがなくて、エラボーよりはそうだな、ちょっと細いかな。エラボーでもインク黒いからな、同じぐらいかな。そういう意味では、まあ、エラボーの方が線のその強弱はつきやすくて、書き味的にはエラボーって結構紙をこするんだな。なんか今気がついたけど、結構ガリガリっとした書き味で、エラボーよりは滑らかですね。そして、そう、自分はなんかノック式を持ってないんで買ってみようと思ったんだけど、そういえば1本だけノック式を持っていて、これはアリエクスプレスで、あの中国系の安い通販サイトですけど買った、よくわからない、それどこだっけな、メーカーでも、ただ 0.28mm って書かれてたんで、海外の EF って 0.38 とか 0.4 とかそのぐらいなので、0.28 の、ペン先のものって珍しいなと思って買って、しかもノック式だと思って買ったんですけど、こいつは結構 この、クリエイターにペン先の形近くて、もしかするとバラしたらそっくりかもしれないんですけど、ちょっと違うか、こいつはだからノック音は結構大きめです。そしてこれもね、だから 0.28 なんで、だいぶ細い線が引けるんですよ。ちょっと使ってなかったんでかすれましたけど、あ、ちょっとかすれるな。いや、買った時はね、そんなにかすれなかったんで、今ちょっと急に引っ張り出してきたんで、ちょっと調整してから動画撮ればよかった。で、こいつはでもペン先がね、なんか筆記角度によって急にクッて太くなったり細くなったり、なんか線が2つに割れてるような、実際には割れてないんだけど、なんか割れてるように見えるようなね、ちょっと癖のある線が出ちゃうことがあって、これはね、細い線が引けるんだけど絵に、使うにはちょっと不向きで、あと、ね、なんかこれなんだこの色合いはっていう、あんまりこういう色合いが好きではなかったりして、なのであんましちょっと出番がないやつで、ただこいつはノック式なんだけど、ここにこっちみたいなそのシーリングの機構が全くなくて、多分これ、しかもほら、こいつはだからそのインクがなんだろうな、キャップがないんで、インクが何かの弾みで漏れちゃうことをすごく、警戒していて、だからキュリダスとかキャップレスもそうだと思うんですけど、逆向きに作るわけですよ、いろいろ工夫を凝らして。で、この部分をその極力細く作るようにいろんな工夫をしてるわけじゃないですか。なのでこのクリップがこっち側に来たりとかして、そのペンが上を向いていて、上を向いてたら何かその何かあった時でもダメージ少ないですからね、みたいな工夫がされていて、で、文字通りキャップしなくてもそのインクが、乾いちゃうこともないよっていう工夫されてるじゃない。こいつ何もなくて、ノック式だけど無防備っていうね、なんか割とそのデタラメな作りで、まあだから、まあ、安い中国製のまあ、ネスで無理やりノック機構をつけましたというだけのものなんで、ちょっとこいつと比較したらかわいそうというか、なんか比較に引き合いに出すもんでもないと思うんですけど、なのでこいつはノック式なんだけどキャップが必須っていうね、ふざけた、ペンでした。まあ太さ的にはそんな感じかな、みたいな感じで、そうですね、言うことはこのぐらいかな。そうだな、なので総評としては、またこっち側に持ってたわ。これはもう慣れないとダメですね、そのこっちですね。で、そのノック式、でそのペン先を収納して、そのキャップとかを使わずにちょっと書こうと思った時に、素早くこう芯をペン先を出してすぐに書き始められて、フローは非常に安定してて、ほぼほぼずっといじってますけど、なんかかすれたりみたいなことは全くなく、インクは常に安定して出てて、まだその買って2日目3日目ぐらいなんで、そのなんていうかな、このままほっといた時に本当にペン先乾かないのみたいなことはまだ未検証ですけど、今のところは、非常に調子はいいです。で、素材はこの、そのハイグレード ABS という素材で作られていて、そうだな、若干プラスチッキーな感じはありますけど、そのめちゃめちゃチープなという感じではないです。握りの形は、独特で、これは慣れが必要だとは思います。ただ握りづらいということはなくて、握れば自然に、筆記角度がそのベストのところに調整されるんで、僕みたいに、変な書き癖のある、ちょっと右に回ってっちゃうみたいな変なペンの持ち方してる人にとっては、そのあたりは、非常にいいところだと思います。クリップはここにあるけど、クリップ確かに指触るけど、それによってなんか書きづらいってことはないです。ただ今のところ普通のペンに比べて、こうね、長いストロークの線をきれいにシュッと髪の毛みたいなのをね、引こうとするときに
あでも慣れてきたな、ちょっと普通のペンとなんか違う感じがして、なんかコツがいるなとはちょっと思いました。ただ今やっていくうちに今できてきたんで、うん、かすれたりもしないしいけるかな。ちょっと勝手が違う感じは微妙にありました。太さとこの視界の悪さみたいなものが多分普通のペンとちょっと違うなと感じさせるんだと思います。うん、あとはだからそのなんかすごくここがすごく太いのにペン自体はすごく細いんで、なんかちゃんとこれが正しいそのペン先の出方なんだけど、なんか途中で引っかかってるみたいな印象を最初は持ちましたね。まあ、それも別に悪いとこじゃなくて、その最初そう思ったというだけのことですけど、うん、ノック音は、うん、ちょっとこのシュッシュって擦る音はあまり好きではないですけど、うるさくないのはいいかなと思います。多分本当工夫したんでしょうね。あとはなんかそのここがピタッとこの間やったアントーのボールペンみたいな感じでピタッと、あれはキャップをするたびにピタッといかない場合があるっていう八角形のあれですけど、これは六角形の軸で、でも回しすぎるとちょっと行き過ぎちゃうんで、そのあたりはなんだろうな、なんか工夫ができたらよかったんですけどねという感じかな。クリップはそうだ、クリップまだこれをクリップで何かに挟んだことなかったですけど、クリップは紙1枚とかだったらもしかすると全然スルスルで滑り落ちちゃうかも。クリップは力も弱いし、ある程度の枚数の紙とか厚みのあるものにつけないと固定できないぐらいちょっと緩めのクリップですね。硬くて困ることが多いんで、僕的にはこれはありがたいです。例えば手帳のペンホルダーにつけたりするとき、割とプロッターのやつとかここペンホルダーが分厚くてつけるときに苦労するんで、これはスッといきそうで、もしかするとあれですね、ちょっとやっぱり手帳とかにつけてそのどっち向くか分かんないみたいな状態で持ち歩くのはちょっと怖いから手帳にはつけられないか。まあ胸ポケットとかに入れる分にはこっち向けてるんでいいかな。うん、でも割と家での使用になりそうだな。まだ万年筆でなんかインクがボタッと垂れて大変みたいな経験したことないですけど、ちょっとやっぱりその無造作に持ち歩くのに恐怖感があって、キャップなくて本当に大丈夫なのみたいなのを家で使って自分の中で安心感がこうできてきたら、ちょっと持ち歩いてみようかなという感じです。うん、ということでパイロットのキャップレスは、僕キャップレスデシモってやつを買おうと思ってて、ちょっとキャップレスのシリーズの中で細身で、ペン先もちょっと細い極細のペン先の中でもやや細めに描けるみたいな、これと同じように2分のその幅が細いんで、細めの線が引けるみたいなレビューを見かけたんで、キャップレスデシモを買おうと思ったんですけど、デシモは1万5000円ぐらい、安いところでも1万3000円ぐらいして、これは50ドルでプラス送料なんで、値段的には多分半分いくかいかないかぐらいの価格で買えて、ちょっとデシモの方を使ってないんで比較してどうこうって話はできないですけど、そういう意味ではやっぱね1万円超えるようなマネージャーはかなり勇気がいるんで、まあ、そういう意味ではちょっと試しやすい価格かなと思います。今のところ何かこれでまだ2日目でそんなに持ち歩いてもいないんで何とも言えないですけど、今のところ、このシーリングの機構については、無造作にこう持っていてもなんかうっかりインクが垂れてくるとか出ちゃうみたいなことは全然なくて、普段持ち歩くときは逆さまになると思うんで、そういう意味では、まあ、今のところ割と大丈夫そうですね、というマネ室エンドレスというメーカーの、また間違えそうになった、エンドレスというメーカーのクリエイターというマネ室です。筆ニブがなんかおすすめって、そのメーカー自体はそのなんか自信ありっていう感じだったんで、まあ筆ニブが面白いのかもしれないですけど、僕は、EF 極細を買ってみました。そしてかなり細い線が引けたので自分としては満足でいい買い物だったなと思っております。まあなんかいろいろ使っていこうと思いますと。まあ、なんかお気に入りの万年筆がなんか増えすぎてマジで出番がなくて、最近本当に手帳でちょっと書くときとかに数行ちょっと書いてはちょっとペンを入れ替えたりして、いろんな万年筆を強引にローテーションさせてるんですけど、まあ、そのローテーショングループの中に入るやつですね、ということでした。ありがとうございました。ではでは。これ絵を描くのにも全然使えるし、そうだな、意外といいかもしれないです。よかったよかった。ちょっと不安を感じながら、ちょっとこれ博打だなと思いながら買ったんですが、筆圧を上げても下げても太さはほとんど変わらないです。あ、
でも本当にそのわずかな差なんだけども、こうやってそのいわゆる漫画みたいなものの、まあ、一番やっぱこういう時にその気になるのは目をきれいに描けるかどうかなんですけど、目を描こうと思った時に、これこの間パーカーのあの時に試しに描いたイラストよりはちょっと顔のあれ大きさが、あでもほぼ同じか、ね、どう違うのかっていうと、こっちのがやっぱりちょっとだけ細いので、パーカーのこの75で描いた時よりも目とかちょっと細かく描こうって自然に、なる感じ。そのパーカーの時はあこの太さだとここまでしか描けないからこれ以上の描き込みはやめとこうって言ってセーブがかかるんだけど、これは、自分が描きたいと思う、ところまでそのある程度描いても大丈夫みたいな感じなので、こっちの方がやっぱり、これも自分にしか分かんない細かい話だけど、ちょっと細く描けますよと。